このラジオはポッドキャストでアップロードしているものを YouTube の本に転用したものになります。パーソナリティがにわか知識で語っているため役者さんの名前や設定を間違ったまま語っていることも多々ありますが広い心で許していただけると幸いです。それではどうぞ。 はいどうも皆さんこんにちはこんばんはおはようございますナミスケ団電磁気役部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第182回になりますイエーイ,イ,エーイはいこのラジオは二次元の面白さを語り合い知っていこうテーマにパーソナリティがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い新たな視点を持ってもっとアニメを楽しく見ていこうというラジオ番組になっておりますはいパーソナリティの電磁気役です天台ですはい今日は、ね、この2人でやっていきたいと思いますただね本編に行く前に えー、宣伝先にやっておきましょう、はいえー、私たちのねサークルナミス九ン電磁気役部はですね来たるコミックマーケット97の方で、えー、12月31日火曜日西地区 B ブロック 08B に配置されましたよろしくお願いいたしますお願いしますなかなかね面白いラジオもできてるはずはい <laughs> ななかなか盛り上がりました盛りり上がりましたね、はい。ということでね、えー、先週に引き続き今週第182回はまあアニメの感想と言いつつも3次元の話ですね、うん、2.5次元 <laughs> 虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のえ感想を語っていこうかなと思っております。はいということでね天台さんにあの先週先々週先週ファーストライブでね、うん、あの見ていただきました虹ちゃんいかがだったでしょうかはい、あのー、まずですねあのー 今までの「ラブライブ!」と違ってやっぱソロ曲したいというものの印象というものがやっぱかなり違うなというところはあります。それでまあ,あの今まで彼ら彼ら彼女たちはあの CD をね2枚出してて。 それで全員曲1曲とソロ曲各1人1曲ずつの9曲って CD を2枚出してるということではい、はい、まあ,あの大体予想した通りでしたけどまああの全体曲をまあまあ最初最後の要所で使いそれぞれ途中は1人で2曲ずつ歌いまくるというところでまあ予想はしてましたけどまあやっぱり見てみるとソロ曲っていうものの新鮮さ っていうのはすごくやっぱあるなと。うん。あのー、やっぱりつい聞き惚れてしまうような曲もね、えー、いくつもあったりとかね、はいはい、あの一人一歌手あの歌手一人一人のあのー、アピール力というか、それがまあすごく伝わってきたなと思います。羽生さんはすごかったですね。はい。あのー、衣装もね、あのー、結構あのー、全員。 一人一人違う衣装を着てるバージョンとあと、あのー、最後はねみんな9人曲歌う時はみんな同じ衣装で,でふわふわっとしたね可愛い,、はい、い,い感じのものになるというところもあって非常に印象的でしたね、まあ、何よりもま,あ、まず最初に言わなあかんかったのは、えー、席が非常によかった画面向かって画面ステージに向かって我々的に言うと右手側 結構端っこの方だったんですけども、ただし前列から6列目というですね、はいはい、非常に高条件で、前田さんとかね、えー、目の前来ていただいて、一生懸命手振りましたうわーって、あとゴンドラもね、えー、近,く近すぎず、遠すぎずそうそうそうで、目があった目があった、わいわいわいって言って <laughs>、えー、思わずあのペンライト、ランブ。 えー、重くそっちから振り入れて振りまくりました。ほ <laughs> んならあれぐらいの距離がいいっすね、うん、あまりなんか近すぎてもみたいな。うん、そ,うそ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 う、なんかお互い目力飛ばし合いすぎて、<laughs> <laughs> <laughs> ちょっと緊張、気まずい感じがするかなって、僕はそんなこと思ってるわけないんですけど、まあ,あの、一人で、えー、一人を見ているという立場の我々からすると <laughs>、まあ、そういう印象もあったかなということで、でね、非常に、まあ、そういう席あのポジションの良さというのも相まってい、非常にいいライブだったと。 私は思っています、えー、私が言うのもなんですけど自分たちの前に変に背の高いやついないし、うん、私の後ろの子と,としては私のことを背だけややつ思ってるかもしれないけど <laughs> はい、はい、もうそれはもう気にしてもしょうがないので <laughs>、えー、諦めていただきましょうはいいやーよろしかったうん、ね、あとねあの皆さんもね懸念していました、まあ、役者さんたちも懸念していましたねあのちょっとねあの投票が大変だという話、うん、あれはですね天内さんチェック多分されお忙しくてされてないと思うんですけども、うん 昨日かな、うん、一昨日かな、うん、あの虹、ー、ヶ崎のね感想を飾り合おうみたいな YouTube ライブがありまして、うん、ああ見れてないそちらの方で発表がありましてはい、はい、あれ今月で終わりですあよかったマンスリーランキングのあの興行 <laughs> はい、今月で終わりです、うん、<laughs> 一応は多分ね今年までやるとききましたのか、うん、だからこそあの発言ができたのかは分かんないですけど、うん、とりあえずご安心くださいもうあの彼女たちを悲しませる 次はあのなんかミューズとかでもあのアクアとかでもやってなんか仲良し2人組このシチュエーションだと誰が行くのがいいかみたいなキャラクターの投票があってで 2, 人2人選ばれるんだったかなでなんかそのストーリーが描かれますよみたいなうん、うん、そんな話に変わりました、うん、やたはいなのであのもう彼女たちを悲しませる <laughs> あのひどいランキングはないです、うんうん、ないはず、うん、まあねなかなかあのゲームも遅れたりとか 盛り上げるためにいろいろ工夫がいるよなというお気持ちは非常によく伝わってくるんですけども。 まああれごめんランキングずっと見てへんねんけどはい、はい、え私があの一押しの,あの天,皇に天,天王寺天皇にりなちゃんりな、はい、ちゃんはどうだったんだろうかというと結構、あのー、あの安定的に下の方でいたんじゃないかなと思って、ねーえー、ゲームが出ないからストーリー分かんないんですよ、うん、ということはやっぱり中の人力になっちゃうんですよねうん、うん、で中の人力と3月にあったパフォーマンスで見るとうん で正直な話あの、すごいって分かりやすいのがともりるの歌なんですよ、はい、言い方よくない、悪いけどすると、すごいのが分かりやすいのはともりるなんですよ、うん、それはまあ、ともりるに票集まるよねって、私も思いましたもん、うん、そやろうな <laughs>、まああの、今回のライブでは、ともりる、結城せずなちゃんはヘッドライナーになりましたよね。うん、というあの、これも投票で、でまあ多分ほぼ,ほぼあの3月の。 あの内容ででみんんな選んでますよね私もあの内容だったら一番分かりやすいのはトモリルかなっていう感じしましたもんで次の投票であのシングル、うん、出るのは誰出すかっていうのでかすみが選ばれたじゃないですか、うん、まあ,あれもねもうゲームメディアそりゃそうだよねっていうのネタバレ情報を聞いておりますんで、はいはい、ということでまあヘッドライナーとして、えー、トモリルが非常にあの安定感のある 回し方をそうですねしていただきましたんでだから、物理的にも歌的にも熱かったですね。非常にライブとして結構ね、若い人たちも多いんで、崩壊感があるかなと思いましたけど、ですかともりるがやっぱりきちっと優勝者ね、だから司会役というか、進行役なんですよね、ヘッドライナーっていうのは、私の定義うかね だから、あのー、MC なんかも要所要所で引っ張ったりとかしつつっていう形でライブ全体が非常に、まあ、あのトモリルの安定感あるあの運用によって、えー、安心して見てられたなとあとはあれですかね、あのー、こ,この前の3月のはい、はい、あの時も、あのー、ありましたけどよう泣きますね皆さんあのめちゃめちゃ泣きます。うん <laughs> あのあのディスクに入ってないですけれど、うん、あの私、見に行ったのは3月のやつの1回目の方なんですけど、うん、もう超絶泣いてますからね、うん。<laughs> 最後の MC の時なんかは他んってんだからお前泣くなっつうんそうそうそうで喋ってる方にも泣いてるしその周りでんか後ろ向いたりとか下向いたりとかしてみんな泣いてんのねちょっとどうなのかはありますよ確かに大人視点で見るとで我慢しろみたいなまあまあでもそれがね若さというか彼女たちのこれからだというのが見えてそれはそれでいいのかなと私も非常にあれは好印象持って見てましたよ一人喋っててがそれに感動し 泣いちゃってみんなが大丈夫な子たちがその子たちティッシュ持っていくでわたわたするあの小芝居が横に入るんみんないい話聞いてたけど笑ってしまうっていうそこはコミカルであるしねこれからねそれこそこれからラブライブをしょって立つ子たちなんだなっていう感はすごくすごくありますね。まあミューズもアクアも結局最初のライブ2回目のライブね重ねるごとにがんがん安定感をしててね。 そ,んでその上でまあ演者たちもあの楽しみつつ、われわれも安定感を楽しの上でのパフォーマンスを楽しませていただくっていうまあ歴史があのこれまでもあったし、これからの未来をねの期待をね、非常に持たせていただける、熱い、いい熱いライブだったなとえいうのが全体的なあの感想でございますよ。今日いスワローセブンさんもね、あのーその 虹ヶ崎のファーストライブの感想の YouTube を見てたんで私も見てたんですよほなら s さんから感想が飛んできて天童シニアちゃんの中の人田中さん田中千恵美さんだっけ「田中は美人になってない?」とか言って「そうそれ!」とか俺が言いながら大変失礼なことを2人でライブやりとしたからねでも絶対綺麗になってるんですよすごくだから1年ぐらい前はもうちょっとあのあか抜けない感じがしたんでみんな「田中!」とか言ってたんですけど あれ、ね、今回ファーストライブ見てこれ超ええー、みたいな美人、うん、<laughs> になってねみたいな、うん、すげええー、っとかいう、うん、そうなんやね9人いるとどうしても一人一人のねそういうところの差ってのが 目にくんですけど田中さんすごくね見ていてかわいいな素晴らしかったですね安定感抜群でしたね見事歌も安定してるしねピポピポ歌をピポピポの歌の細かい伝わりきらない細かい話はコミケのやつでやりますはいケー。うん。ということでいつもながら「ラブライブ!」のライブっていいよなとはい はい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 もう私的にはねなんかあのやっぱりアクアちゃんはかなり準備した感ありましたよね、うん、運営が、うん、で次のステップであの何ですかねステージ待ちながら私も言ってましたもんねあの、うん、アニメとかあの CD を売るためにスタートした「ラブライブ!」が次徐々になんか変わり始めて、うん、時代とともにゲームを売るための,、うん、あの作品になってきたみたいな感じがやっぱり。 ビジネスとしての変遷が見えましたよね、うん、なんかあなんかコロッと急に変わりましたねなんか方向性がっていう、うんうん、そうそうそう,そうでまああとはねあのー、ラブライブサンシャインが始まるときに私は言いましたあのミューズはあのー、なんですかね麻雀漫画の先なんだと、うん、で今やっとあっち側編が始まったとああ、うん、なるほどで次来るのは多分結構ゴロッと変えたシノハヨなんだと言ったらまさにその通りに来ましたね来ましたねシノハヨですねだからみんなで、ね、だからあのなんかな アアクととかミュースと比べるのやめよサキをシノハユと比べないでしょ、うん、シノハユ知らなかったらググって <laughs> 全然違うねんだよ話、うん、そう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 あっち側辺とも違う,違うシノハユとも違うあちがへんは結構やっぱりサキを追っかけてる感じするんですけど、うん、シノハユってあんま出ないですよね、うん、ちょいちょい出るけどほぼほぼ出ないっていう感じで、うん、そこがいい、うん あれは死のはゆだと思って、うん、見ていただければいいかなともしくはまあ銀エデンフリーグ的に言うとはい、はい「外伝の,の1」「ユリアンのイゼロロ日記」 っってていうのがあって<笑><笑>本編とはかなり趣が異なるんですけども非常にイメージ的にはあのー、そういうテイストの違いっていう点ではそうかなと思います、うん、扱ってる内容的にはね<う>エピソード的には銀榎の場合はもう完全に重なってるんですけどもベースは同じなんですけどテイストがやっぱだいぶ違うなというところで、はいえー、いつもながら銀榎に強位に引っ掛けていく <laughs>、えー、天台という形で進めさせていただきます アニメ決定したじゃないですかどうなるかですよどういうストーリーになるかとか言ってるんですけどもうね私でも全然ゴロッと変えていいと思ってるんですよねなんだったらゲームなんか無視しちゃってなんかもう彼女らがキャッキャッオフフしてる方がいいんじゃないぐらいのもうあなたちゃん出すかどうか問題とかもありますけどねでも今度は出してほしいなあのそうですねかつてこれ見て思い出すのはギャルーとかエローをアニメ化するっていうのがね10年ぐらい前非常に盛んに行われてましたけどありましたね あのー、その時やっぱり結構ね、あのー、主人公ね、男主人公を、はいえー、じ映像の上に出すほとんどの場合はそうしてましたよね、私が、あのー、覚えてるのはエアとかもあるんですけども、はいはい、あれ、ダカーポ。どういういで、結構ちゃんと画面の中で生き生きと動いてて。 でまあ,あのマルチエンディングマルチストーリーの中でやっぱり一番メジャーなところを辿っていくという形で。 え組ままれてますねはい、はい、テーマ性も見てやっぱりそういう形ダカーなんかそういうふうに組んでるからね<ー>から私のイメージ的にはそういう感じで、えー、あなたもしくは先輩あ,あなたちゃ、ね、なでゃ、うん、なんでもいいですけどそのあなた先輩君とかそうなんです、うん、そうだそ,その、えー、こういう名称何にするのかは私は一番気にしておりますが <laughs> まあ何にしても、えー、うまくいくんじゃないかなと意外ともう画面にずっと話しかけてきてくれるのもありかなと思いますけどねなんかもうなるほど ララブブイだから挑戦していこうぐらいの感じで完全にあれやねギャルゲーギャルゲーギャル完全ギャルゲーうんあのゲーム絶対ギャルゲーだと思うんだよなうんそうですよね皆さん他のもんも基本的にはそうでしょああでもあれやねんな歩ちゃんのヤんでる設定が若干中の人使ってるのやめてくれみたいな感じででもまあ仕方ないの公式4コマでやってるから仕方ないっていう感じうんうんうんなるほどねヤんでる設定じゃねえかみたいなうん あとはね先週私もね個人的なあの感想でねラジオを上げさせてもらった時に言いましたけど、はい、あの大西あぐりちゃんが、うん、えちょっとねあの肉付きが良くなってるのは若干安心したかなとああなるほど、ね、だからね3月見た時、まあ、光の外減か分かんないですけど、うん、ガリガリに見えたんですよねなるほどオーベル主体的に見えたで、ね、病,病気上がりだったからのあるのか <laughs> なんかまあ,あのその肉がつきにくい子なのか分かんないですけど何かねここ、うん、ああえあの子大丈夫みたいなうん うん、まあ緊張もあったのかもしれないですけどね、うん、顔が白かったのは、うんうん、まあ今回はもうちょっと余裕があったかなと、うん、思いますね、うん、よかったよかった、うん、あとあのかすみの大量バタが見たかったかなっていうああ大量バタバージョンね <laughs> うんかすみんフラッグっていうのがね今回出てきましてね、えー、ステージでフラッグ振るっていうのはなかなかデレマスとかはね ありますとか割とあるんですけど。シャロンもやってましたよ。シャロンも。あシャロンもやってたっけ。はいはいはいあ。あったあった。うん。あのー、結構いいですよねあれね。はいはいはい。うん、うん、カスミン特にカスミンらしくてね。だから、うん、カスミンとあ天王寺リナちゃんは元気いっぱいですごくわかりやすくというかすごい会場が盛り上がってましたよね。うん、一体感がすごかった。うん、あうまいなこいつらっていう感じが。<laughs> あー そうですねあと,あと多分あの人期2人はあの1曲目2曲目のテンポがそんな変わんないですよね、うん、だからあの他の人結構変わるんで、うん、テイストがそこがよかったそうそうそう,そ,う,そ,うそれはそれの良さがあるんですけどね、うん、あのやっぱり全体をバーンと盛り上げて消えていくっていうところはあの2人がうまかったかなっていうところですね、うんうん、いやーまあねこれもじゃあ次はもう虹ちゃんをどう追いかけていくべきかですねはい <laughs> もうゲームが厳しいんですよねもうゲームやる時間がないというかわ、うん、かります <laughs> もう私は鼻からゲームは、ね、毎日起動してキャラタッチして課題クリアしてとうん、うん、やってられるか可愛 <laughs>、うん、いいキャラのガチャだけ回させろ<も>みたいなうんねやっぱりエピソードとか見たいですね、えー、みたいですよねうんそこはやっぱり魅力でもあるんだからね うん、だからそこのバランスをどう取ってね、うん、あのアニメの方に落とし込んでくるかっていうところですね、うん、おーさあいつ放送かでまあ企画決定って言ってるわけですからねことあの来年2020年やるかどうかも若干怪しい、うん、21年あの1月とか言いそうだなうん多分そうでしょうね<ー>うん よっぽどなんか相手急に掘り込みたいとかゲーム会社側でここで盛り上げるから絶対そ<ー><の>それはそうですね10月初、あのー、開始にしてくれとかいう話はあるかもしれんけどでもなんかタイミング的には早くてもそんな2021年1月から、ね、よどのお金が入るかもうちょっと前から決まってるか。うんうん どこまででやる気だったかでしょうね、うん、早かったらね結構やる気だアニメやる気だ実はアニメやる気だったんだっていうのもあるかもしれないし、うん、21年とか、ね、あの夏とかになってくるとああ本当に年で決まったんだなぐらいになるかもしれないですしまあその辺も、ね、はい、はい、これからわれわれとしては、えー、注目してはい、はい、え進んでいきたいとそうす、ね、え思いますまああのねあのキャストさんたちを苦しませた投票がなくなっただけでもよかったのかなと思いますはい ま,あね、あのまだ虹ちゃん見てない人はねぜひぜひあの見てみてくださいあの、うん、ゲームは、ね、大変なのでやるとは言えないですけども、うん、あの楽曲は楽しいのでね、うん、で私もあの出てるアルバム2枚ともどういうアルバムなのかみたいなポッドキャストも上げましたので、まあ、楽しんで聴いていただければなと思います個人的にはやっぱりね2枚目のアルバムはね、あのー、平成の楽曲ジャンル全部詰め込みましたからすごいですね、うんうん 平平成成じゃない初だからあれね90年代初頭90年代初頭ぐらいの感じがしますねうん、うん、しませんしますよねなかなかちょっと懐かしいよなと思って見てましたが今,今感はない、うん、今感ないねまあでもだからこそ悪話たしてのね差別化ができてるのかなとは感じますうん なと,かですかね、ということで、皆さんあの、ぜひぜひ皆、ね、さんも、ニジちゃんを応援していただきたいとます、うん。ライブで見て、みんな、非常に可愛いんでね、長、はい、の人たちも、はい、YouTube の,あのサンプルなんかも、どんどん見ていただきたいと。 そうそうそうユニットサンプル良かったですよぜひおすすめなんでぜひ見ていただきければファーストライブをねはいありましたありましたというかねうん購入履歴で間違いなくあるしあったんで記憶違いで掘り出せば間違いなく出てくるはずなんでなのでまたもう一回でまた見てみたいとはい行きたい私もねちょっと a r a さんに貸してるんでコミケまで見とけよと テストに出るかなと言われわれもも利朗を悲しませないように勉強していきたいと思います、ねうん、は,いはいということで今週は虹、えー、ヶ崎学園スクールアイドル同好会の感想をお届けしましたパーソナリティは私電磁気役と仙台でございましたどうもありがとうございましたありがとうございました